伊達城は愛知県岡崎市伊達町にあった日本の城。徳川家康家臣で徳川四天皇の境、中寺出生の城である。矢作川中石平野を望む大地延辺に立地している。岡崎城の北方2キロメートルの地点にありその防衛拠点の一つ。現在は城山公園となり、公園内に城山稲荷と城山集会所がある。城石が 高台になっている。伊田城市石踏が立っている。平城である。松平市、徳川市の子祖とされている、松平地下市の子とされる、坂井広市親の子の市中からただ勝つ、安田,田、だ、ただ地下さらに、中寺までの坂井市五代の居城となった。追記念や廃城年は不明である。 堺忠次は大英七年に伊田城内で出生。天文四年の森山崩れの後、終わりの織田信秀が伊田屋へ攻め込んだ時、堺忠次は伊田城から尾張勢を迎え撃つため出陣した。遺構は主角跡と思われる平場のみでほとんどない。伊田屋の図、伊田城絵図でかつての姿を伺うことができる。主要部は、 空堀と土塁に囲まれた方形で、屋敷の形態を残す。しかし東方に、二の丸、南方に、城下集落があったようで、戦国期の城郭として整えられたと考えられる。近くの居、屋敷など周辺にも、堺一族がいたと思われる。愛知県岡崎市伊田町阿座、城山岡崎市が管理する伊田公園運動場のある、伊田公園の東に位置する。ありがとうございます。